おはようございますよ。ホルテです。先に本日はものすごい企画を用意しました。自分のこの CD ができたんですけども、ランボルギーニアベンタドールで聞こえるのかという検証をやっていきたいなと思いますよ。まあ、僕自身もかなり車が好きでして、でまあ知り合いの方のご紹介によりこの企画が実現しました。この車がランボルギーニアベンタドール S です。見てください、めちゃくちゃかっこいいですね。こんなん俺も乗りてえないつか。このホイールのデカさもすごいです。むちゃくちゃかっこいいです。これはすごすぎる。というわけで早速乗っていきたいなと思いますよ。これがランボルギーニの車内です。すごいですね。はい、というわけで、うわやばいよ。僕の音源が全く聞こえないです。うわやばいやばい。僕の演奏が全く聞こえないです。全く演奏がないです。やばいですね。おお、皆さん聞こえますか？僕が喋ってます。フォルテスペシャルトークで喋ってます。あ、全く演奏実況ができないです。おー、早速僕の演奏が流れました。おー、聞こえますか皆さん？すごいですね。ランボルギーニのエンジン音と僕のクラシック演奏、すごいマッチョしてますね。エンジン音がすごいです。音が聞こえねえ。これはかっこいいですね。皆さん、僕の顔ばっかりアップですいません。エンジン音も音もしっかり聞こえたかなと思います。素晴らしいですね。まあ、皆さんこんな感じでね、まあ僕ね、このランボルギーニに乗らせてもらう機会っていうのはもうなんか本当にもうつながりでなんかね、社長と最近よくさせてもらっててね、でまあ僕ピアニストなんですと言ったら、音楽が好きということでね、ピアノをね、そこ聞きに来てもらって、でそこからせっかくだったら乗るかということで乗らせてもらいました。社長です。社長、ショパンとか結構聴くんですよね。聴きますね。 ありがとうございます。僕のショパン CD どうでした？最高です。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、かなりね、やっぱそのクラシック音楽って誰でもやっぱ楽しめるっていうのがね、何年何百年も続いてる曲の音楽なので、まあ誰でもね受け入れやすい音楽かなと思うので、やっぱり車好きな、多分ねこの動画多分見られる方、車好きの方が多いと思うんですけども、よかったら僕ピアニストやってるので音楽興味持ってもらえたらなと思います。社長、ありがとうございます。かっこいい。社長が今からオープンにしてくださいます。ついにオープンとなりました。早速演奏聴いていきましょう。ランボルギーニのオープンです。マッソラ。うわやば、これはやべえ、全く音聞こえねえ。CD の音とランボルギーニのエンジン音、まあ、僕としてはね、この動画は、まあ、どちらかといったらね、車好きな方とかに、ね、見てもらいたくて、そう、僕実はピアニストなんですけども、よかったら車好きの方は男性が結構やっぱ多いと思うんですけどね、男性の方にも
クラシック音楽がもしよかったらね届けれたらなと思ってこの企画をちょっと提案し、社長がそこ OK と言ってからだったので実現しました。ありがとうございます。というわけで皆さん、まあこんな感じで僕はね普段はクラシックピアニスト、クラシックピアノをね YouTube でたくさん動画してるので車好きとか、まあよかったらねこの動画に飛んでくださった方は、まあクラシック音楽じゃない方が多分多いと思うのでよかったらチェックしてみてください。それではバイバイ。ありがとね、よければグッド押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。